仕事はえっ、ー、と今は外資系の半導体メーカーでそれどこに勤めてますでイメージセンサーと補センサーの開発ということで。 まず、プロボノとの出会いなんですけど、まあ、もともと、2012年がプロボノの開始でした。で、その時に、まあ、地域の活動とかも、まあ、やってた経験があるので、まあ、特にプロボノに対して、敷居が高いってことはなかったですが、このプロボノやったおかげで、結構そういう、さらになんか、こう、活動がしやすくなったというか、断らなくなったというか、 まあで、まあその後ですね、結構なんだかんだ頼まれたら断れないので、どん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 増えてきて、で、今とまだ現状もこう、兼任しているようなものがいろいろとこう、あるというような状況です。プロモノですね。で、1、2、3、4、5、6、7つとやって、まあ大小合わせて7つやってます。で、まあ関西中心に、まあ鳥取とか熊本とかも、えっと、行ってます。で、まあ今日はその中でも一番最初に担当した えーと気候ネットワークさん、この辺、まあ、活動の内容を紹介したいかなと思っています。CO2 削減の話跡であるということで、私も気候ネットワークというところを支援したので、まあ、その話を簡単にしておきます。で、これは91年、京都議定書ですね。これがありました。で、その時に関わったメンバーで98年に設立したっていう NPO です。で、これが、まあ、COP なんとかっていうあの国際会議の場面で、これき、き 気候ネットワーーークのホームページですでたまたま今日ですけど、今日の日経の長官に、えーと、この気候ネットワークの平田さんですね、まあ、この方、まあ、なかなかあの前向きな方なんですけど、この人がなんか、えー、と世界のゴールドマン環境賞っていうなんか賞をいただいたということで、まあ、この気候ネットワークの活動が認められたということのようです。はい、でちょっと気候ネットワークの活動もややこしくてと、となかなか分かりにくいんで、これを資料を作りました。 作ってみました資料が分かりやすいかどうかは別にして。で、まずこのキコネットワークというのは、えっと、国際活動、国内活動、あとまあ市民活動、まあ、そういうところを大きく分けてあるんですけど、えっと、1つは、えっと、日本政府と一緒にこの国際会議ですね、COP3 だったら京都会議。これ、京都会議以降、毎年政府と同行して国、国際会議に同行していると。で、例えば COP25 ぐらいがパリ。 会議だったかななんか、まあ、ダボスとかいろいろやってますよね。最近、あの、グレタさんとかが参加して、割と、 ポピュラーになってると思うんで、すけどそういうところに毎年同行しで、まあ、仲いいのかなというと、決してそうではなくて、日本政府の選び方に対して、パブリックコメント。例えば、政府の中、政府の方針とか、何か法律を作った、それに対して、気候ネットワークは反対しますとか、そういうのをプレスリリースしたりとか、あるいは、まあ、専門家会議、これ、エネルギーの話だったと思うんですけど、専門家会議にも入って、 出ますで、えー、とこれは、えー、と産業界に関してもそうなんですが、あの企業の活動ですね、企業の活動がこれが、えー、と温暖化の観点からこれはマイナスだとか、これはいい活動だとか、そういうところをちゃんと分析してそれも出したりとか、あと各政党です、各党のマニフェストとか、それがとこれはいい,いいとか悪いとか、そういうのをきっちりと,、えー、と発信しているというところ、これ主に。 東京事務所の方が中心にやってます。で、気候ネットワーク自体はまあ京都にあるんですけど、割と,えとその地方自治体とか、あるいは市民活動、これは割と京都中心にやってまして、例えば各地方自治体に対して環境の政策にえとそこに協力したりとか、審議会の委員として入るとか、あるいは京都市なんかで市内の全小学校に対して子ども向けの温暖化防止の教育を。 ネットワークが受けて,てこれは自治体と共同して市民に向ける活動とか、あと、まあ市民に向けて、まあ様々な啓発活動とかセミナーとか、そういうこともやってますと。で、あともう一つ、えっと、最近すごいのが、えっと、 キャンっていうクラウンイメイトアクションネットワーク。これ世界35団体で作るこのネットワークというのができました。で、気候ネットワークがにえっと、キャンジャパンの事務局も兼ねているので、えっと、ま、世界ともつながってると。例えば、あの、パリ協定の前に世界で同時にこう、デモをしたりとか、みんなでなんとか運動をしたりとか、そういうのを世界と同時にやるっていう、こういう大きな動きになったり、ま、各,各国政府に対しても圧力をかけると。ま、そういうふうな活動をやっています。で、えっと、 まあ、事業計画プロジェクトというのがあって、まあ、最終提案しました。これ、まあ、事業計画なんで。で、まあ、会員をどうやったら増やしたいかとか、いろいろ忙しくてなかなか進まないとか、そんな話がありました。で、えっ、ー、と、この中で、えっと、最終提案とは直接関係ないんですが、えっ、ー、と、途中一回、中間提案あたりで、こう、ちゃぶ台返しみたいなことをして、本当に、あの、何やりたいんだ、みたいな、そういうことで、それを、まあ、気候ネットワークで、 ちょっっととと話しし合ってくれいいうようよなことを言いましたあの会員増やしたいにしても、例えばある程度専門的な人を増やしたいのかとか、あるいはその、まあ、単に、えー、と寄付してくれるような一般市民の人をこう増やしたいのか、まあ、その辺も曖昧だったし、自分たちが 数年後どうなっていきたいか。それが分からないっていう話で。で、まあ、それを言う、そういう話をして、まあ、東京、京都が集まって、で、泊まり込みで一晩議論すると、その中に、プロ、プロボノのメンバーも参加して、まあ、徹夜で語り合った、明かすみたいな、そんなこともやりました。で、まあ、この時は、まあ、いろいろ、この、えっ、ー、と、毎日新聞8めいろいろ報道。 で、も取り上げていただきましたでと、まあ、機構ネットワークさんからも、まあ、こう、いろいろと、目の色が変わったと言っていただいたのが、やっぱり今までの、こう、まあ、専門家としてはすごい人なんだけど、あの、まあ、忙しくて、なかなか、あの、いや本、本来何にしたいかとか、そういうところが、こう、見えてなかったところがあるので、それは、まあ、外部の人からの助言を得て、まあ、いろいろ、えっと、聞いて、まあ、ちょっと話し合って、えっ、ー、と、まあ、やりたいことが見えたと。 少なくとも、あの、各メンバーが、えっ、ー、と、な、本当は何がやりたいか、その辺の、あの、意思疎通ができたというふうにお講演をいただきました。簡単ですけども、えっ、ー、と、以上で報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。